皆さんこんばんは、銀次です。っていうことで、ようやく TRF のベスト13を発表することができます。いやーもうね、散々 TRF のランキングしたいしたいと思いつつ、あの月日が爆裂に流れてしまいましたが、ようやく、今日を迎えることができました。今日は12月1日です。ファキエ。ということで、早速、13位を聴いていただきました。13位は、Open Your Mind でした。この曲は、TRF のデビュー曲なんですよね、実は。デビュー曲は、Go Into Dance と、この Open Your Mind のカップリングで、あのシングルで発売されて、アルバム、あの This is Truth っていうアルバムと同時発売なんですよね。アルバムの中から、シングルカットされたっていう感じですかね。で、この、Going to Dance と Open Your Mind 両方すごい好きなんですよ。でもどっちにしようかなって迷ったんですけど、まあどっちにするかっつったら Open Your Mind かなっていう感じでこっちにしました。で、これは記念すべきあの TRF のデビュー曲なんですけど、あのアルバムの方をね、ぜひとも聴いていただきたいんですよ、私。で、アルバムは This is the Truth っていうアルバムなんですけど、これがね、もう時代をちょっと先取りしすぎてるっていうか、あの、全くもって個人の話なんですけど、ちょうどこれが1993年にデビュー、発売されて、まあ、俺13歳ぐらいで、ちょうどですね、あのダンスミュージックにバリバリハマり出した時期と、だだかぶりするんですよ、これが。で、最初は、あの、スーパーユーロビートにめちゃくちゃハマって、俺。あの、ミステリー・イン・ラブっていう曲があるんですけど、あの、ミステリー・イン・ラブっていう曲を聴いた瞬間からもユーロビートにドハマりして、そこからスーパーユーロビートを聴くようになったんですけど、それと同時に Tonight 2っていう深夜番組があったんですね。で、その Tonight 2 若い人は全然知らないでしょうけど、 Tonight 2っていうちょっとエッチな、なんていうのかな、まあ、世の中のこう風俗関係の話とか、そういうちょっとサブカル的な話題をいっぱいね、紹介するテレビ番組があったんですよ、深夜に。それをまた見るようになっちゃって、で、そこでもね、よくジュリアナ東京とか、こう東京のディスコを紹介してたんですよね。で、このアルバム This is the Truth はもうめっちゃくちゃね、今となってはですけど、その当時もすごい好きだったんですけど、考えてみるとまあまあの神アルバムなんですよね。なぜかっていうと、めっちゃ小室サウンドなんですよ、すべて。で、小室さんの
ダンス特化したアルバムって感じなんですね。だから一般受けはそれほどしないけど、ダンスミュージック好きで小室さん好きなら絶対好きになれる曲結構あるんですよ。だから今回はそのオープンヤマインドを冒頭には持ってきたものの、Going to Dance、This is the Joy、Let's Go Dance、Time After Time なども聴いていただきたいんですよね。もうめちゃくちゃいいです。このアルバムは本当にめっちゃおすすめ。ということで、13位は Open Your Mind でした。で、ミュージックビデオの方も、ミュージックビデオはね、実は、リミックスが違うんですよ。で、リミックス違って、ミュージックビデオバージョンもすごくいいんですけど、俺はこのオリジナルのリミックスが好きだから、まあ、曲はオリジナルのリミックスにして、映像だけちょっと、公式から借りてきたんですけどね。そちらの方も、まあ、そっちもね、かっこいいので、まあ、聞いてみてはいかがかと思うんですけどね。懐かしいなあ、の当時。ちょうどね、この時ちょうど俺、小学校の頃からずっと仲良かった池ちゃんっていう男いたんですけど、池ちゃんのお父さんがね、ビートルズがすごい大好きで、で、ビートルズが好きで、ちょうどオアシスがすごく好きだったんですよ、その当時ね、そのお父さんが。で、池ちゃんもその影響でオアシスとかビートルズがすごい好きで、俺にね、聞いてみてよって言って、オアシスとかビートルズすごいいいからって言って、カセットテープをくれて、あの時、だから俺はもうめちゃくちゃバリクソにダンスミュージック好きだったから、だから、ビートルズとか趣味じゃねえんだけどと思ったんだけど、聞いたらこれがまた良くてね、すごい。選曲も良かったんですけど、ねえ、オアシスも大好きだったんですよね、この時ね。思い出すわ。めっちゃ、でもこのオープンヤマインドはもう今でも聴いてるすごい好きな曲ですね。ということで第13位はオープンヤマインドでした。そして第12位。第12位は、ファンキー M。今夜のイベント誰主催、チームクリーム式の大所帯。NM 長いユース DJ、その後 M が回すらしいよ。カラオケ流行った場所だよ。の人にね、声だだ聞こえかもしれないからね、ちょっと声を潜めますね。12位はファンキー M で、こちらは1995年3月27日に発売された、TRF の5作目のアルバム Dance to Positive の中に入ってる曲なんですね。で、サムさんと、コウさんが、ね、メインボーカルを務めてる。まあ俺それ以降にそんな曲があったのかちょっと覚えてないんですけど、珍しいですよね。まあ、サムオがメインボーカルしてる感じで、コウさんと。この曲は何なんでしょうね。なんか、サムの声ってすごい独特じゃないですか、なんか。で、コウさんの声も独特だし、まあ、ラップ調だから、いいのかなって、なんかすごい好きなんですよね。今夜のイベント、誰主催、チームクリーム、仕切りの大所帯、長いユース DJ、その、なんていうんですか、でんて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 んっていう。ノリがきっと好きなんでしょうね。いや、今ライトが突然切れて付け直すのにちょっと手間取りました。で、この曲はまあメロディーとかノリでしょうね。ラップとして、ラップがそんな好きじゃないんだけど、この曲だけはどういうわけかすごい好きで、で、2曲目の歌詞のところで、汚く汚いほどいいよね、気を使わなくていいよねっていう、エッツと千春が入ってくるね。エッちゃんと千春ちゃんが入ってくる、あそこもすごい好きだし、 M のサウンドには合ってる、ここのピザにハマってる。そんなね、ノリのいい。しかもこれね、俺最近、その、まあ、この、音のデータが欲しくて検索したらね、なんとミュージックビデオがあるんですよね、これ。現代バージョンみたいな感じで。すっごいダサいんですけど。ミュージックビデオあったんだ、これ、みたいなね。ものすごい手抜きのね。
そんなファンキー M は、まあ、今でもね時々これは詩で聞くっていうよりも時々思い出すんですよね。なんかあの独特のサムの声とコウさんの声ね、あれなぜか思い出すんだよな。ってことで第12位はファンキー M でした。あ、ちなみにね編曲に久保浩二が噛んでます、これは。まあ、久保浩二っていうのはもう小室哲哉プロデュースには欠かせないアレンジャーというか編曲者というか、久保浩二はいい曲書くんだよね。まあいいけど続きましては第11位。第11位は On My Way。 こちらはですね TRF の2枚目のアルバム、1993年7月21日発売ということで、2枚目のアルバムなんですね。2枚目のアルバムに収録されアルバムで Easy Do Dance に収録されてるんですね。でこれといって特徴はないかもしれないですけど、もうもろ小室サウンドなんですよ。もろ小室サウンドのもろ小室メロディー、もろ小室さん歌詞って感じで、もうもろですね。小室さん好きな人でこの曲調そんな好きじゃないっていう人いないんじゃないかな。音とかで歌詞とかもちょっと中二入ってて、ちょうどそれ聞いてた中学生ぐらいの頃とね被って、やっぱ中二ってこういう曲好きだよねみたいなOn My Way でした。ちょっとねこの10位とまた被ってるのでさらっといくんですけど、10位が Island On Your Mind。
アルバム Easy to Dance の中でこの On My Way と Island on Your Mind って2曲こう双璧をなす感じですごい好きなんですよ。特に Island on Your Mind はゆきちゃんのねすごい透き通るようなハイトーンボイスがもう特徴的ですごくよく聞こえるんですよね。でゆきちゃんが喋ってるとこ見たことある人わかると思うんですけど地声が低いんですよね。ゆきちゃんってもともとちょっと小室さんの曲歌いすぎて中盤の頃中期の頃からちょっと声がダミ声ってきてカスカスのハスキーになってたんですけど、もっともっと地声が低いんですよね、ゆきちゃんって。だけど低い女の人って大体綺麗な声出すじゃないですか、高い声。だからね、ゆきちゃんのこの透き通るような、ガリレオが描いた宇宙と君のっていうところとかね、めっちゃ綺麗なんですよ、声が。で、ゆきちゃんのね、発音がまたいいんですね、すごく。かきくけことたちつてとの発音がすごく好きで、わかるかな、かきくけこは特にね、好きなんですよ。かきくけこっていうのがすごくはっきりしてて、引っかかった感じで、かきくけこっていう発音なんですよ。ほんと、ゆきちゃんの発音がね。すごい好きで、俺それが。引っかかった感じが。で、たとか、ね、たちつてとの発音も好きだし、やっぱりリズム感がめちゃくちゃいいんですよね、ゆきちゃんは、本当に。なんて言うんだろう。ガリレオが描いて、宇宙と君のっていうところ、なんていうの、あのリズム感、なんか独特なんですよね。あのバチンバチンってリズムがハマるっていうか、もうほんと 0.00001秒かずれた感じでガチンってハマってるっていうんですか、その感じがめちゃくちゃ好きで、ガリレオが描いて何回ガリレオって言うんだっていう話で、そこは特に聞いてもらいたいですね。でこの2つはもうめっちゃ好きでした。もうずっと聞いてたよな、子供の頃で。サクサクいきますね。第9位はビリオネア。これはこのビリオネアはミニアルバムなんですけどね、ミニアルバムの、まあ、タイトルソングなんですけどね、これは1994年7月27日にリリースされた TRF の4作目のアルバムということで、4枚目のアルバムなんですね。これはなんだろうな、ボーイミーツガールからの系統 でこのビリオネアのサブタイトルはボーイミーツガールなんですよ。でボーイミーツガールも入ってるんですけど、ビリオネアはねなんか不思議なアルバムでしたね。ボーイミツガールの後に出たのかな、確か。だからこのビリオネアはもうちょっとボーイミツガールみたいなこうすごくスケールの大きな感じのこう曲なんですよね。でもそれほど激しくなくて、昨日も明け方ずっとテレビに釘付けってなんかゆるいですよね。あらゆる素材を投げかけそのまま置き去り、ワン、スポーン、セクション、ビジュアル、バウランスコウさん出てくるね。聞いてたなぁ、ずっと。このアルバム結構いいんですよね。ラ・ブルーだったっけ？ラ・ブルーっていう曲もすごく TRF っぽくなくて、
いい曲だし、あとセクシャルイングラビアっていう曲がこの中に入ってるんですよ。でもこれをねベスト13の中に入れたかったんですね、セクシャルイングラビアっていう曲を。だけどなんか音のデータがなくてで俺アルバムも全部捨てちゃったし、 CD とか断捨離した時に全部 CD 捨てちゃったからもうデータがないんですね。だから入れれないと思って、セクシャルイングラビアは未だにねすごい好きで、この曲もね聴いてたんですずっと。まあんまり知らないと思うんですけど、セクシャルって言ってるだけの曲なんですね。 I am, you are, he is, she is って言ってるだけの曲なんですよ本当に。 Like this, day, 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 big bomb ってちょっとねエロなんですよね。明らかにもエロなんですけど、そのセクシャルイングラビアって曲と、まあ、ビリオネア、ラブルーとかこう、まあ、ちょっと入ってるんですけど、いろんな曲がだからでもやっぱビリオネアはすごい好きでしたね。We never change your mind、 いつの時代が巡っても、あのグルーヴ感がねとにかくある曲でした。9対9位はビリオネアでした。さらっといっちゃうけど本当に好きな曲なんですよねこれも。そして第8位、ついに来ました、第8位ついに来ましたじゃないんですけど、第8位は、Crazy Gonna Crazy。こちらは1995年1月1日に発売された TRF の8枚目のシングルということで、これですね、俺もう今でも忘れないです。フライングゲットできたんですよ。もちろんこの頃にはすでに俺は TRF の大ファンでしたから、もう CD とかもほぼ全部買ってたんですよこの頃には。で今度1月1日に TRF の新曲が出るっていうことで、俺はもう待ちに臨んでたわけですよね。ちょうどね12月31日に CD 屋に、近くのね近所の CD 屋に行ったら、なんと売ってて普通に。で、1月1日発売のものが売ってると思って、俺もう速攻買いですよね。速攻家に取りに帰、あのお金取りに帰って、あの買いに行って、もう忘れもしないですよあの日のことは。嬉しくて嬉しくて、で初めて聞いたんですね、買って初めて聞いたんですよ。で今までのそのまあボイミツガールとか、まあいろんなシングルとかアルバムとか聞いてきて、次の曲だって絶対いいに決まってるって分かってるじゃないですか。だから聞いたことがなかったんですよどんな曲かも。で12月31日に買って、うわーって嬉しいじゃないですか。で帰ってて CD パカって入れて、で再生ボタンを押したら、せーってん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 オープニング始まるじゃないですか。てんてんてれてんてってれてんてとかっていうのも、うわーみたいなね。で、ダイヤをちりばめてるようなってね、ゆうきちゃんのコミックボイスみたいなね、ちょっと、いろいろいじったような声がね、聞こえてきた時にもう、もう本当にうわーですよね。来たーみたいな。待ってました、これはみたいなね。
ブリバリの小室サウンド待ってましたみたいな感じで、もうすごかったです。もうテンション上がりすぎて、俺その12月31日のまあ大晦日じゃないですか。で、家には母親と姉ちゃんがいて、で、俺一人で CD の前に座って、もうペーって再生ボタン押して、うん、もうね、聞いてほしくて、姉と母にも。ブーンってあの、ボリュームブーンってでかくして、もう大音量でかけたんですね、CD ラジカセで。で、うわ、めっちゃいい曲とかって言って、うわ、発売前に変えたとか、めっちゃいい曲とかって言って、もうリピートしまくってたんですね、その曲を。そしたらもう、姉ちゃんが呆れて、ちょっともううるさいとかって言って、もう消してそれとかって言って、うるさいって言われて最後、あの、かけまくってたら大音量で。で、俺も、はぁみたいなね。めちゃくちゃいい曲なんだけど、うるさいとかなんやと思って。で、音ちっちゃくして、もうほんとめっちゃ聞いても、その日のうちにもう何十回と聞きましたね。良すぎて。それくらい好きでした。ただね、一つ、まあ、難点というか欠点というかあるとすると、ゆうきちゃんが生歌があんまり上手くなかったんですよね、当時から。上手くないというか、声が違う。CD と歌声違う生の歌声がって感じだったり、いつもね。それはそれ以前もそうだったんですけど、なんか声違うよねって。やっぱり難しいんだろうな、あのキンキンの高い声で歌うのと思って。ゆうきちゃん地声低いし、やっぱこの頃にはもう TRF はもうトップスターになってたから、だからまあ、私生活も荒れてたと思うんですね。酒とかタバコとかいっぱい飲んだりして。で、声ガシャガシャなって。声出にくい、出づらいんだろうなと思って。だからね、あんまり上手くなかったから、生歌が。だから CD ばっか聴いてましたね、俺は。ほんで。ほんでって。いやー、懐かしいです。素晴らしかったな。我慢できないっていうドラマの主題歌だったんですね、これが。で、我慢できないっていうドラマもちょっとエロが入ってる、ちょっとね。我慢できないっていうのはもうエロしたくて我慢できないってことなんですけどね。その主題歌でもありましたね。懐かしいわ。ということで、続きましては、第7位。第7位は、愛がもう少し欲しいよ。ですね、1993年11月21日に発売された TRF 3枚目のシングル。こちらもね、久保浩二がアレンジに噛んでるということで、久保浩二は本当にいい仕事する。懐かしい。1993年か。なんかね、俺の記憶なんですけど、この頃ってまだ TRF の CD をレンタルしてたんですよ。あ、違う。持ってたか。いや、持ってたんですよ。CD ラジカセすでに持ってたんだけど、俺のね、姉が先に CD ラジカセを買ってもらったんですね。で、姉が持ってた CD ラジカセが結構大きいやつで、これくらい？こんぐらいあったかな、なんか。1メートル以上ある感じの大きいやつだったんですよ。で、こう、すごい綺麗な楕円形をした CD ラジカセで、なんていうの、その CD ラジカセね、すっごい音が良かったんですよ。昔なんですけど。で、このね、愛がもう少し欲しいよの、横顔に見とれる時があるっていう、見てる君、どんな顔してるの、たった、たった、だだだんっていうね。わかります？たった、たった、だらだーんっていう、その、だらだーんっていう、ものすごい、重低音のベースが、だらだーんっていくんですよ。でね、その姉の CD ラジカセがね、ものすごいその重低音を響かすんですね。たった、たった、だらだーんっていう、その、たった、たった、だらだーんっていう、そこめっちゃ好きだよ、俺。その重低音が、だらだーんっていう入るとこが、もうバリバリ好きすぎて、もう姉の CD ラジカセはね、触るなって言われてたんですよ、いつも。俺が自分が CD ラジカセ買ってもらうまで、姉の許可なしに姉の CD ラジカセ勝手に触れなかったんですね。今考えたら何やそれと思うんですけど。だから、姉ちゃんがどっか遊びに行ったりして家からいない時に、俺一人でそれを勝手に触って、何回もこのね、愛がもう少し欲しいよの、見てる君、どんな顔してるの、ちゃった。ダッダッダダダーンっていうとこをもう100万回ぐらい聞きました、一人で。そこだけすごい好きで。重低音かっこいいと思ってね。で、俺の持ってる CD ラジカセはこんななんかちっちゃい、ソニー製のなんかこれぐらいのね、やつだったんですよ。で、姉のはこんなんじゃないですか。音が全然違ったんですよね。だからめっちゃ好きだったなぁ。でね、この愛がもう少し欲しいよは、ミュージックビデオもね、すごくいいんですよ。この初期の TRF のミュージックビデオっていうのは全然お金かかってないんですよね。まあ、ロケーションもずっと同じだし、衣装も大して同じだし、だけど、全体的に統一感があって、で、お金かかってないんだけどね、とにかく、ゆうきちゃんが美人なんですよ、すごく。で、ゆうきちゃんが、
顔が変わっちゃう前のゆうきちゃんの顔、俺めっちゃ好きなんですね。すごい美人で、あの涼しい目元でね、すごい良かった。なんであんな変わっちゃったのか分かんないけど顔変わる前のゆうきちゃんめっちゃ好きでしょ、美人で。で TRF の全員の衣装の統一感が取れてて、ちょっと秋っぽい感じなんですよね。なんかそのセピア調の感じもすごい綺麗だし、何よりもねやっぱゆうきちゃんの声が綺麗なんですよね。でね、さっきも言った通りリズム感もすごい素晴らしいでしょ。でボーカルとしてのリズム感がすごくいいんですよね。横顔に見とれる時がある、あ、そう、そんでまたかきくけこの発音がまためっちゃいいんですよ。見とれる時があるのききねそんな細かいとこ聞いてるのって気色悪いですよね、ちょっと言われながら。だからね、見てる君のキーも好きでしょ。どんな顔してるの、どんな顔のかも好きでしょ。そしてその次、タッタン、タッタッタダダーンっていうベースめっちゃ好きでしょ。だからこの曲ね、素晴らしいんですよ。まあコーラスはね、千春ちゃんとえっちゃんがコーラスしてるのかわかんないけど、そのコーラスもすごく綺麗だし、でメロディー美しいでしょ。だからね、これすごく名曲だと思いますね。だから、多くの曲を差し置いて7位に入ってくるだけのことあるんですね、やっぱり。で、この曲のね、カップリングに入ってるクリスマスダンスウィズユーっていう曲もあるんですけど、これもね、すごくいいんですよ。涙を見せたことがあるよ、たった一度だけって。なんかその歌詞もいいでしょ、出始めの涙を見せたことがあるよ、たった一度だけね。で、このカップリングのダンスウィズクリスマスダンスウィズユーは後にブランニュートゥモローっていうアルバムが出るんですけど、そのブランニュートゥモローでリメイクされて発表されてるんですよ。あ、そっちがね、めっちゃいいんですよ。俺はそっちの方が好きなんですね、珍しく。大抵の曲はオリジナルバージョンが好きなんですけど、このダンス、クリスマスダンスウィズユーに関しては、そっちの、ブランニュートゥモローに入ってる方が好きなんですよね。そちらもね、ぜひ、おすすめなので、聴いていただきたいですね。ということで、7位は愛がもう少し欲しいようでした。